アクタスでリノベーションを担当してます瀬能と言います。よろしくお願いします。アクタスでキッチンとかヨーロッパの家具を重点的に扱う部署の業務をしております稲葉と申します。お願いします。お願いします。もともともう3年ぐらい前になるんですけど、まあ、中古物件として築33年ぐらいかになる物件を、まあ、購入してフルスケルトンにしてリノベーションをしています。まあ、こういうリノベーションをお客様に提案して仕事をしているので、まあ、自分でも一度やってみたいなっていうので、まあ、たまたまいい物件を見つけて、で妻といろいろこうデザインとかを相談しながらプロリノベーションという手法で家を作りました。もともと引っ越しがすごい好きだったっていうのもあるんですけど、いろんな物件に住んだりとか、あと、まあ、ちょっとこう旅行が好きで、旅行って言っても、まあ、観光メインじゃなくて、いろんなお宿に行って、まあ、アートだったりとかそういうインテリアだったりとかっていうのを見て歩くのがすごく好きだったので、自分たちが家を持つ時はちょっとこうお宿的な、ちょっと自分がお家にいてワクワクするようなそういう空間を作りたいなって思っていたので、まあ、テーマを挙げるとしたらお宿でしたね。と家族構成は私たち2人の夫婦と、あと2歳と5歳の男の子がおります。じゃあまず玄関からご案内いたします。お願いします。玄関なんですけど、まあ、テーマがお宿にしているっていうのもあるので、まあ、入ってきた時のちょっとこうアイキャッチになるような場所を、まあ、メインに持ってこようと思って、まあ、色だったりとか、あとは、まあ、ちょっと特徴的な照明だったりとか、少しだけ天井板張りにしたりとか、まあ、そういう部分で特色が出せるようにしています。ちょっと暗めにトーンを落とすことによって、なんかこう家の中に進んでいった時のちょっとこうワクワク感というか、何が待ってるのかなっていうような視覚のちょっとこう楽しみみたいな部分が生まれるような、ちょっと暗めのカラーを持ってきて、で結構まあリノベーションしたんですけど、手持ちの家具が割と多かったので、ここに持ってくるっていうものを割と決めて設計しているので、すっきりと手持ち家具を活かせたかなっていうのは思います。うん、床もちょっと特殊ですよね。そうですね、はい。まあ、もともとこのマンション、まあ、絨毯張り の廊下だったんですけど、まあ、ちょっとこう色もちょっとベージュっぽくって薄かったので、あとウールで結構足触りのいいものを選びました。私たちが行く、まあ、常宿にしているところとか、割とこうエントランスのウールの足触りから抜けていってフローリングの気持ちよさに変わるとか、ちょっとこう足元の変化もすごく好きなお宿があるので、うん、まあ、そこを参考にしながら、ここから奥の流れで、まあ、リビングにつながっていくんですけど、まああえてちょっとこうリビングに入った時の広がりを感じるように、ここの階段、少し下に下がる階段の、両側の壁も同じ、玄関からつながる色の塗装でちょっと暗く仕上げてまして、であえて照明の部分もピンスポットを利用して、まあ、一般家庭ではあんまり使われないかもしれないんですけど、少しこうトーンを落としてリビングにつながるところでパッとこう明るい空間が広がるっていう風な、ちょっとこう仕掛け的な要素を持ってます。じゃあ続きましてリビングの方にご案内します。お願いします。もともとここは実は和室、ここから和室であったところを床に、変えまして、ここに和室の障子があって、まあ、完全に和室で、ここが、まあ、LD みたいな空間 で、このキッチンももともと奥にあったものを手前に
出してるんですけど、ですから元々の間取りは奥にキッチンスペース、うんうん、LD スペース、こちらが和室という間取りになっていました。でこのマンションがあのマンションの作りで言うと壁式構造って言いまして、あの壁が一部 RC で躯体を兼ねてる作りなので、うんうん、あのどうしても取れない壁なんですね。なるほど。なのでこの辺もあのこことか、まあ、ここの一部とかですね、あのもう躯体で構造を兼ねてるので、もうどうやってもそれは工事上抜けない壁がありますので、それをできるだけこうデザイン的にシンプルに見せられるようにまあ、設計をして、でリビングを続きにしています。窓のデザインとかもなかなか変えられないですけれども、やっぱそれを空間の中にすっきり見せるとか、あとはこういう段差がやっぱりどうしてもできてしまうところも、まあ、あのごちゃごちゃした感じにならずにできるだけすっきりしていくというところと、あとは色の組み合わせだと思います、うん、床が多くになって一部天井を多くにして、あと家具含めてこういった建具とかにも多くが出てた時に、木の分量がこれ以上多すぎるとなんとなくやぼったいと言いますか、なんかログハウスっぽく見えたりしてくるんですけども、やっぱそれを家具のデザインとか家具のスケール感と、あと内装の色とかあの素材感と一緒に考えていくと、まあ、ちょうどこう圧迫感なくすっきりした感じに仕上がってくるので、まあ、そういったの見栄えもあって、まあ、空間を広げたこともあのつながって、まあ、よりこうすっきりと、まあ、狭いですけども、まあ、できるだけこうすっきり広く見えるような、まあ、デザインになってるんじゃないかなと思います。まず、まあ、あの元和室だった、まあ、リビング、まあ、リビングというか、まあ、リビングダイニングですね、あの持たせてるんですけど、あの、まあ、主人が言ったように割とこう躯体壁があるから、なんかこうできることが限られていて、なおかつあの、まあ、ちょっとこう壁を厚めにふかして設計したりもしているので、あの手持ちの家具があのどうしてもはまるようにこれ以外動かせないっていうぐらい の緻密なその採寸をしまして、まあ、場所を決めてるんですけど、まあ、どうしてもこうあの、まあ、それだけじゃやっぱり。あの家を持つ楽しみってちょっとないなって思ってたので、まあ、やりたかったことを盛り込む中で、まあ、これなんですけど、まあ、暖炉エタノールを燃やしてこう気化していく、燃料が気化することによって、まあ、火を灯すんですけど、まあ、このバイオエタノールの暖炉をあの、まあ、入れたいっていう思いを、まあ、小さいんですけど実現しています。まあ、ソファーとかはあのちょっと今アクタスでの扱いが終わってるんですけど、イタリアの結構大きなものをあの入れてまして、まあ、これは本当にあの結婚する前から実はあの賃貸の時から使ってたソファーなんですね。で、まあ、このソファーが割とあの、まあ、引っ越しのたびに、まあ、これが入る前提の物件を探すっていうのがマストであったんですけど、まあ、このソファーちょっとまあできるだけくつろぐのに大きめのソファーでゆっくりしたいっていうのはどうしてもまあ今も昔も変わらないので、このソファーを中心として、あとはまあ細かいサイドテーブルだったりとか、これもあのアクタスのスタッフはあの多分ほとんど持っているものなんですけど、まああの簡単にあの動かしやすいものですので、まあこういったものであのまあちょっと使いやすさを出したりとか、あとはあのヴィンテージのシェルフですね。これあのデンマークのユーズドのものをうちのバイヤーの野口にお願いして、野口レイさんですね。あ、そうですね。野口に無理やりちょっとあのこういうサイズでこういう高さでこういう用途で使いたいからっていうのをお願いして、あのちょうどあの仕入れでいいのがあったっていうので変えたものなんですけど、まあ、これをあえて子どもたちに使うことで、まあ、今はわからないかもしれないんですけど、やっぱりこう古いものを大事に使うっていうか、まあ、あの歴史のあるものに少しでも触れさせて育てたいなっていう思いも込めておもちゃ置き場にしています。これはですね、あのセルジュ・ムーユっていうフランス のデザイナーさんのものなんですけど、まあ、これもちょっと私たちが家を持つんだったら入れたいなって思っていたもの であの実はまあ調光もできて、なおかつ、まあ、あの位置も
移動できるっていう照明になっているので、なんかうちのソファーがこう L 字で組んでいるソファーなんですけど、まあ、ソファーのレイアウトに合わせて今は短手をこっちに持ってきてとか、ちょっとこうその時その時の、まあ家具のレイアウトによってちょっとこうやりやすいようにフレキシブルな照明になっています。出窓はもともと出窓だったんですか？あ、そうですね、和室についている出窓って感じであったんですけど、ここもちょっとこう和室感は取り除いて、シンプルに白い衣装を施して、なるべくこう外とつながりがあるような雰囲気にしたかったので、ここには絵本だったりとかグリーンだったりとか置いて、インテリアの中でグリーンがあるってすごく空間がこう締まるというか、締まりつつも柔らかい印象を与えるので、やっぱり塀の中にこう命があるっていうのってすごく感覚が豊かになる、っていうふうに思っているので、少しずつ出会って素敵だなって思った子を集めてます。なるほど、はい、次は、ダイニングスペースの方にご案内します。こちらが、リビングからつながったダイニングスペースになります。手持ちの家具を中心に、できるだけごちゃごちゃしないようにレイアウトをしています。ダイニングテーブルは今ちょっと販売してないんですけど、これフリッツ・ハンセン のものでして、これもそうですね、10年前ぐらいですかね、でからずっと使っているものを持ってきています。テーブルと同じメーカーになるんですけど、フリッツ・ハンセンのセブンチェアになります。ここは主人が主に座ってます。こちらの PP701 のチェアなんですけど、これは主人がですね、独身時代に買ったものでして、もう20年前ぐらいですねの椅子になります。で、その元々ナチュラルレザーで色が違ったんですけど、1年前ぐらいに張り替えまして生き返らせて使っているチェアです。ルイス・ポールセンっていう北欧 のこれもすごく有名で私大好きな照明なんですけど、スノーボールって言ってちょっとこうボールが浮いているような優しい光り方が特徴的な照明です。光源がやっぱりレスポールセンって見えないっていうのがすごく特徴にあるので、子供たちが下にいてもこう眩しいとかそういうことがない、やっぱりこう北欧の照明の光り方ってすごく独特な温かさがあるので、やっぱり私たちも好きで、はい、よく使ってます。では続いてキッチン、はい、ご案内いたします。キッチンなんですけど、これも、割とこう空間に制限があるので、レイアウトはもう限られてまして、奥にパントリーとして、冷蔵庫を持たせてるんですけど、そういう大型の、家電とかがこう動かしやすいというか通りやすいような、やっぱり動線を持たせながらレイアウトしました。でこのキッチンもアクタスのオリジナルで作っているキッチンで、割とこう私たちは使いたい木材の色だったりとかテイストが決まっていたので、シンプルに、はい、ステンレスの天板と少しラインでウッドを持ってきてっていうようなデザインを採用しています、はい、で続きまして、もともとキッチンがあった場所の収納部分にご案内させていただきます、はい、この部分をユーティリティールームとしても使いたかったっていうのも、洗面所の部分を少し小さくして、実は洗濯機の位置をこちら側に移動させたんですね。なので冷蔵庫の並びで家電が収納できるように扉付きの
収納を作ってもらって、でそこに洗濯機を入れています。でこれすごく便利で、いろんなことしながら洗濯物がまでできちゃうので、これはとってもおすすめです。ではこれから洗面所のところに、はい、ご案内させていただきます。お願いします。はい、ではこちらが洗面所になります。はい、洗面所なんですけど、もともとのレイアウトは実は今 の、 その洗面台があるところがこちら側にあったんですね。でここにさっき洗濯機があったんですけど、やっぱりちょっと収納の部分がどうしても取れないので、あえてこちら側に水回りを集約して、あともう壁面は全て収納を持たせています。最後に寝室の方にご案内させていただきます。はい、はい、こちらが寝室になります。ここは扉がないんですかね。あ、ですね、実はあるんです。そうですね、基本的にはずっと閉めているところではないので、あえてその引き戸という開き戸というのも引き戸で扉が隠れるような設計にしています。寝室もそこまで広くないので、まあ、ベーシックにベッドとサイドテーブルですね、とベッドヘッドだけ造作家具で作ってるんですけど、あとは既製品のアクタスの FB というベッドを使っています。寝室もですね、狭いながらもやっぱりアイキャッチになるものを持ってきたかったので、ベッドサイドにこちらのアングルポイズっていうイギリスの照明なんですけど、それを持ってきて少しここもお宿感が出るようにしています。壁面もですね、一部だけ、まあ、濃いトーンの塗り壁にしてまして、で、まあ、濃い壁になるので、エアコンもできるだけちょっとこう真っ白っていうよりも壁に近い色がいいかなと思って、濃いもので選んでいます。実はですね、こちら側にウォークインクローゼットを作っておりまして、でその奥に抜けると、もともと和室だったソファーのあるお部屋に抜けるように、こうちょうどこう回遊性を持たせたレイアウトをとっています。ここにも、あ、なるほど、ここにつながって、あ、そうなんです、ここがちょうど暖炉の部分でここにつながります。実はエタノール暖炉って可燃物を半径1メートル以内に置いたらダメっていう制限があったので、実はこれ今置いているものは可動式になっていて、火をつけるときに稼働させるんですけど、その割にはこの部分がすごくもったいないってなって思って、でここを一部だけシェルフにして、ちょっとこう好きな要所とかを見せて置くスペースに作ってます。リビングダイニングの方に戻ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、私はリノベーションの提案をしていますのでこだわるポイントをできるだけインテリア寄り、家具とかカーテンとか照明とか、そちらからこう内装に広げて、素材感とか色とか住みたい自分のイメージとかに広げていただいた方が、住んだ後の満足度とか、あと暮らしていく中での、まあ、心地いい家になったなっていうイメージがつかみやすいんじゃないかなと。なんかこう家作りってすごく、まあ一言で言うと大々的で幅広いんですけど、自分の住んでいる空間を作るって本当に楽しいので、自分の好きなものを一つだけあげて、まあ、それをどん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 クローズアップして、ご自身の落ち着く空間を作るっていうのは本当に豊かになるなって思うので、ぜひおすすめします。今日はお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございます。